これより峠小学校グラウンドにおきまして、日大芸術学部の皆さんが手作りの企画で温かい大運動会を開きます。ぜひとも峠集落の皆さんはお集まりいただいて、この運動会に参加していただきたいと思います。峠小集まってくんねかい。それではこれより開会式を行いたいと思います。今日は司会を務めさせていただきます FM 十日町の佐藤です。よろしくお願いします。お願いします。とは言っても隣の村の室戸の人間なんだが、気楽にやってくんねかいで、あと怪我とか病気にならないように一つ無理せんでやってもらえればと思いますが、さあそしてここで開会の挨拶を横尾峠区長にお願いしたいと思います。お願いいたします。お願いします。では開会式のご挨拶をさせていただきます。今日は日大の芸術部の峠の運動会ということで、大勢の皆様方がお集まりいただきまして大変ご苦労様でございます。この峠小学校がなくなりまして、20年からなるわけですが、再び20年ぶりにまた運動会が始まる催しされるわけでございます。学生さん、そして地域の皆さん、そして交流を図りながら最後まで楽しい運動会にしていただければと思います。どうかよろしくお願いいたします。それでは選手宣誓、日大芸術学部の大宜味雄也さんお願いします。それと山田屋さんもお願いします。先生、私たち、あ、違う、先生、私たち日大生と峠集落、ここにいる全員で明るく楽しく元気よく山越え谷越え峠越え第1回峠運動会を全力で頑張ることを誓います。平成20年峠集落代表山岸こみで日本大学芸術学部美術学科彫刻コース3年大宜味雄也。はい、拍手お願いします。さあ、赤チーム、青チーム、編成のはできましたでしょうか。野菜当てゲーム、スタート。正解。違うからリーダーの方並べました。オクラだ。正解。正解。赤チームの方の追い上げだ。夏にか。え？夏にか。違う。しかしこの若いパワーですが。これやってるんだ。正解。いや違うぞ。どうも私は楽しいんだ。ゴムインかもしれないから。最後正解。正解。こんにゃく正解。赤チームが赤チームこんにゃく正解。正解。10個待ってください。はい、どうしてでしょうかね。皆さんいきますよ。よーいスタート。それじゃあ根本つからお前さうわっ、あと20秒、あと20秒、うわっ
っと広げなきゃいけないさあここが狙いです。ここが狙いです。まだまだはい、それじゃあ数える方お願いしたいと思います。どなたか数える方お願いします。惜しい、さあ惜しい、有言実行なのか、それとも60点が入りました。100点です。第2走者の方をお願いいたします。星葉のお母さんです。さあ用意スタート。さあまずは30点、はい、50点、惜しい、惜しい、よかったんですが残念ながらということになります。さあこれでみんな終わりましたかね。さあじゃあ行ってみましょうか。はい、これで終了でしょうかね。終了です。さあ、ぶったくって号に参加される学生の皆さんは一言言
わせて、はい、なんで花火にしたかっていうと、はい、このくらい立派な花火を上げれるほど元気な峠になってほしいっていうんで。120点どうしましょう。これは今の意見は非常に最もで、はい、感心いたしました。これは同点というわけじゃないですよ。じゃあ同点で、同点でどうでしょうか、はい、じゃあ両方100点ということで答えを読むときに、お題を読むとき声を出さないといけない。正解、はい、正解です。早く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 、次次次次、さあ次の方。むずなんか難しいというような発言がありましたけどね。正解正解。あ、違う違うと言っている。違う違う、誰か違う違う違う。さあもう最近はもうチームの選手が走りながら行きますよ。さあそれではおんぶしてください。はい、行きたいと思います。いいですか、おんぶした時点でスタートいたします。では行きます、よーいスタート。さあ始まりました。ここでここで食べて、ここで取って、丸ごと食べるということになってる、ね、お姉ちゃんに食べる、お姉ちゃんにあげて。伊勢頑張れ、伊勢頑張れ。伊勢君がキュウリが今キュウリ8チームを追いついた。チームおーいいね、いいね、いいね。はい、それで伊勢君もスタート。さあ青チームが第2走者にタッチしました。第2走者がスタート。さあ赤チームの方も第2走者にスタートしました。中田男見せろ。さあわずかです。キュウリが上に、このキュウリ、お中田早い、明け星光登場。お、アルビッツ、アルビアルビ。そしてアルクラガも登場。今回はセブラ仕様ということで、はい、かなり気合入ってるんですね。なるほど、期待できます。セクハラ気味だ、はい、ガバドラゴンだ、ガバドラゴンだ、ガバドラゴンもちょっとセクハラ入ってますね、はい、そうですね。そしてオギミキャップ登場、東京都出身オギミキャップ。さあ次がナオミキャンドルは、でも意外と走るそうですね。意外とそうですね、はい、持久力には期待できますね。続いて出てきたのがウォークインパクト。ウォークインパクトはですね、もうただただ、はい、何か見せたぞ、何か見せたぞ、何か見せましたね。そして最後ゲンタトリエンナーレが、そしてギャランドゥーダー、お願いいたします。女子がスタートしました。
得点の方も決まりましたでしょうかね。それでは得点の方を発表していただきたいと思います。渡辺さんじゃ発表してもらえるんでしょうかね。いや発表というかもう開きます。開きます。はい、はい、それでは青チーム赤チームの皆さん、こちらにご注目を。準備はよろしいでしょうか。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。いきますよ。エンドロールいきます。ダラダンダン、赤の勝ち。さあ1090対970ということで赤チームの優勝です。おめでとうございます。赤チームが勝ちました。さあそれでは赤チームの代表者の方、前の方にお願いいたします。市長さんからトロフィーを。モテねえ、重たくて。さあ赤チームの皆さん、おめでとうございました。市長さんから一言。ありがとうございました。そしてあ、これ鉄だね、川は。鉄なんですよ。金だよ、金。うわー、みたいな。9億円の鉄だ、これ。峠。もう、これ金だ、本当の金だ、金金の。あー、じゃあ、帰ってな。持てよ。持てる、あっち持て。大丈夫か。持てないぞ、鉄を。ほら。倉掛先生から MVP の商品の授与です。峠のお母さん方、4人前の方へ出てきていただいてよろしいでしょうか。4名の方、本当にご苦労様でございます。はい、お客さんが取れて帰っちゃったんで。なるほど、1人はお客さんで帰ったということで、はい、手作りの下駄のプレゼントでございます。どうもありがとうございました。はい、それでは閉会の挨拶を倉掛先生にしていただこうと思います。よろしくお願いいたします。はい、思いのほかに、長い時間皆さん元気でびっくりしました。最初のラジオ体操の時に、全員が立たれていて、あの光景にちょっと感動し、この、景色を守っている人たちの、勤勉さっていうのをちょっと感じました。来年もまた、第2回を開けるように皆さんで、これから体力作りをして、また楽しい競技をしたいと思います。来年、コロッケハウスという形で、豆腐屋の後ろのところに作品を作ります。今日作ってもらったコロッケは、その宣伝も含めて、ちょっと作っていただきました。場合によっては来年コロッケを売るようなことになるかと思いますが、皆さん協力していただければと思います。お願いします。それから司会してくださった佐藤さん、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れだと思いますが、ぜひともですね、また来年もこのいい大会が開かれますようにということであります。最後にそうですね、区長さんから一本締め高バンザイ高で締めていただきましょうか。急なことでお願いしますが。やっぱりなんか一本締めかね、バンザイ高で締めないとちょっと終わった感じもしませんな。じゃあ、バンザイで。じゃあ、日大の学生の皆さん、本当にありがとうございました。また、東京の皆さん、本当にありがとうございます。またこれから残暑が続きますが、十分に、体の方を注意していただき、結婚には十分注意されまして、皆様方のご多幸をお祈りしまして、峠の万歳を行いたいと思います。峠部落万歳。